C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。 C の代表の篠崎忠です。今日は4月の10日なのに最高気温予想が6度、雪が降るかもしれないという雨の中ですが、皆様お元気でお過ごしでしょうか。美容師の皆様は休み明けでテンションの上がらない方もいらっしゃると思いますが、そういう時こそ朝思ったことが実現されてしまいます。あー今日嫌だな、疲れたな、疲れてるな、あー仕事、あーって思ってると、そういう一日をですね実現しようとしてしまうんですね。ですので今日も楽しいお客様に会える、パワーをいただける、パワーを差し上げられる、いい一日でいたいなと思えば必ずそういう日が実現しますので、朝ここで思うことすごく大切になってくると思います。さて今日は風邪をひいた時に風邪薬を飲むのかという話をしたいと思います。実は美容師の国家試験では病原体と病気の名前を線で結ぶっていう試験が出るんですね。その中で風邪の病原体はウイルス、肺炎とかは細菌、つつが虫病はリケッチアみたいな、なんかそういう、問題も出るんですけども、ウイルスっていうのはそもそも効く薬っていうのはないんですね。これはごく一部インフルエンザ等になった時にウイルスの増殖を抑える薬はあります。有名なとこで言うとタミフルですね。これはですねウイルスを死滅させるわけではないんです。ウイルスを増殖するのを抑える薬になります。ですので結果的に人間が本来持っている免疫機能というか、そういったものがウイルスを察知して、このウイルスならこの形のもので攻撃すれば勝てるぞっていうものを体の中で作るわけですよね。そしてそれで攻撃してウイルスがだんだん死滅してきて人間の体が勝つわけですね。ですので風邪薬で出ているものっていうのは風邪の症状を緩和するものです。対症療法っていうんですけど、例えば鼻水がダーダー出てれば鼻水を止める、頭が痛ければ頭痛を止める、熱が出てれば熱を下げる、そういう薬になります。ただ皆さんよく考えてください。なぜ風邪をひいた時に体温が上がるのでしょうか。これはウイルスに勝つために人間の体がウイルスを殺そうと思って体温を上げているんです。要するにウイルスが住みづらい状況に体をしているわけですね。なので辛いからといって熱を下げてしまうとウイルスに勝てなくなるわけですよね。もしくは勝つのが遅くなる。もちろん仕事をしていてどうしても、高熱が出てしまうとその日の仕事ができなくなってしまう、仕事が休めない、そういう時にはやっぱり必要になってくることもあるでしょう。ただしかしむやみに熱を下げてはいけないものなんですね。これはインフルエンザ等になった時に解熱剤飲んでますかって必ず聞かれると思うんです。解熱剤はインフルエンザの時はダメだっていうのはそういうことなんですね。そしてさらになぜ風邪をひくのでしょうか。寒いから汗をかいて冷えてしまったから、なんで風邪をひくのでしょうか。このことにつきましても次の動画でご紹介したいと思っています。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。
今日も皆様にとって素晴らしい日でありますようにお祈り申し上げます。質問はコメント欄か概要欄にあるメールアドレスにお願いいたします。いただいた質問は何でも誠意を持って答えさせていただきます。それとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。この辺に出ているお店のマークをクリックしていただけるとできますのでよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。